主人は死んだ。二は死んだ。お前は取り巻かれている。唯一の生存者として、人間たちが一番遠巻きにしていて、視界に入る範囲にいるのは犬ばかりだ。そして、吠えない。お前はうなる。犬たちがお前を見ている。不意に言った。ウォン!と吠えた。別な一頭が。ウォン!と吠えた。さらに別の一頭が。ウォン!と。ウォン!ウォン!ウォン!お前はうなるのをやめた。やめた自覚はなかった。単に飲まれていた。その場に不意に生じたものに、一瞬歌を聴いている気がした。お前は包囲されていて、包囲網は歌った。小裸にではない、むしろ性質そのものの旋律のような気がした。お前はただ一人、一頭の敵に視線を合わせることができず、なぜならば360度に敵がいたからなら、足元に視線を落とした。そうしなければならない気がした。会見仮面は死んでいた。俺は死んだよとお前に語っていた。し、知ったとか。あれだと知ったらしい。知ったとか。そしてお前は歌を聞いた。お前の周りで360度が歌っていた。ワン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 。お前は再び視線を上げた。うならなかった。お前は吠えた。48頭は沈黙した。それから1頭がお前に向かって歩を進めた。オス犬だった。やや大柄で歩みは悠然としていた。お前と対峙した。聞いたよ。ここだ。この瞬間だ。この場面でお前の運命の一番おしまいの変転が起きる。お前の分身は今や往生して、お前の運命の路線をカチッとスイッチするのは、その権利を有しているのはただ1頭、お前自身だ。2は1になったのだ。ビリビリビリッと体内に走る霊的な稲妻をお前は感じる。お前は啓示を感じる。しかしそれはお前を敬虔なキリスト教徒にはしない。イスラム教徒にもしない。お前は犬となる。犬となるだけだ。